J1 の大巨人211センチのノルキアに挑む身長173センチ新日本プロレス成瀬正幸。身長差は38センチ。実は2人昨年大晦日のダイナマイトで対戦、総合ルールで戦い死闘を繰り広げた。その勝者は寝技に勝る成瀬。今回は立ち技勝負。ノルキア、意地でも絶対に負けられない。ノルキアは 149.5kg あります。一方の成瀬は 95kg ですから体重も 50kg 以上の差があります。そうですね。まあ、明本さん、言ってみればこう成瀬は懐に潜り込んでという形になるんでしょうけど。そうですね、昔のあの明本前の海の。さあどうだ、おっと飛んだ、発想飛びだ。しかしノルキア捕まえた。ノルキア落ちた、ノルキア落ちた。成瀬、おっとこの柱を背に、柱を背に耐えている。柱をうまく使うことができる。左から救うことができるか。足を一旦かけた成瀬、おっとノルキアが右の上手、上手つるか、つるか、つるか。成瀬足をかける、成瀬足をかける。内掛け、内掛け、初めて回してみましたね。四つ相撲になりました。四つ相撲だ。右の上手を引いている。うまく使ってますね。おっと、うまくこの柱を使っている成瀬。左足懸命に耐えるが、打っちゃった。成瀬の勝ち。本当成瀬の奇襲戦法、発想飛びをノルキア冷静に対処。その後体勢の崩れた成瀬をパワーで押し、勝負あったかに見えた。だが成瀬、バトル相撲最大の特徴のポールを巧妙に使い、最後は敵の力を利用して送り出した。あ、勝っちゃった。次サップだよ。ね、次がサップ。Oh, that's gonna be good.